企業経営はお金の使い方で決まる。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学、株式会社、リンケージ、MI コンサルティングの長谷川博之です。企業経営においてコストのコントロール、これ非常に大切です。できることだったら支出を最小に抑える、そして収入を最大にしたいというのが経営者の本音です。そうすれば利益ね、これ最大化します。 そこで今回は企業経営におけるお金の使い方を分かりやすく解説します。えー、まあね、冒頭でですね、理想のですね、利益の得方をね、紹介したんですけども、そう簡単にいかないっていうのがですね、世の中ですよね。えー、ましてはね、企業は組織体ですので、自分一人でやってるものではありません。ですからね、なかなか支出とか収入のコントロールが難しい場合もあります。 そして人間の心理ね、この中で不思議なものがあるんですが、何でもそうです。肩に所有するとつい油断してしまうってことなんです。例えば、誰もが愛してやまないお金。儲かって儲かって笑いが止まらない。なんてことになれば、万倍の罪なんですけども、必ずね、これリスクが伴うわけです。 お金があれば企業が倒産する確率は大幅に低くなります。つまりね、安心して経営ができるということなんですが、同時にですよ、お金があるということで油断して財布の紐が緩んでしまうんです。こんなこと経験したことはあるでしょうかまたは皆さんが勤めている会社でですね、非常に利益が出た年があってですね、そしたら急にですね、社長がお金を使い始めた。まあ、例えば社用者が急にね、 高級車になったとかね。で、オフィスがね、必要以上におしゃれになった。要は、リノベーションとかしてね。で、三つ目が、スポンサーの広告が急激に増えたと。なんか、広告いっぱい出すなと。うん。あとは、使いもしない最新設備ね。これが導入されたとかね。まあ、節税対策という名のもとにね、これ、浪費だと言っても過言ではないですよね。けど、まあ、こういうこともですね、社長も人間なんでね、こういう感じで利益を使うこともあるわけです。 うん。なので、あなたの会社に必要以上のお金があるなら、まあ、必要以上じゃなくても OK です。要は利益が出てるんであれば、その利益はですね、今言ったようなことに使うんではなくて、お金を生むべきことに投資する。これにね、もうね、つきますよ。うん。高級車はお金は生みません。スポンサー広告もさしてお金は生みません。デザインのね、すかっこいいオフィスもお金は生みません。使いもしない設備もお金は生みません。 直接お金をもむのはじゃあ何でしょうかってことですね。これよく考えてほしいんですね。まあ私が考える3つしかないです。営業活動ね。そして2つ目が広告宣伝活動。で3つ目が商品開発活動ですね。この3つが直接お,、ま、お金を生むことですえ。そしてこれらを強化するためのね、社員教育。要は営業、広告宣伝、商品開発。これがしっかりとできる社員を育成していくってことですね。 で決してね、関節部門を否定するわけではないので、まあそのようなね、誤解しないでください。お金の他にもね、時間の無駄遣いとか人の無駄遣いっていうのもあるわけです。とにかく何でも過分にあると、まあ余剰があるとですね、人間は無駄遣いをする傾向にあるわけです。ですからちょっとだけ不足している、そういうのがもしかしたら一番ね、緊張感もあっていいのかもしれません。 今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL を記載してあります。メルマガの登録もよろしくお願いいたします。